今回は5年もお風呂に入っておらず入店拒否されたニートの一致の話を紹介するよ。ニートは37歳。5年風呂入ってなかったら入店拒否された。今日親戚が家に来たからワイも一緒に食事に行こうとしたんやけどさ。臭すぎるからダメだって、ワイだけ拒否されて涙目なんやが。ニートだからワイの入店を拒否するなんて差別だよな。臭くなくても、ニートだからって理由で拒否されてオッケーだと思う。だよなぁ。っていうか臭いってどういうこと？ニートの部屋って臭そうだから、そういうことだろ、察し。部屋は別にそこまで散らかってないぞ。ただ5年前から風呂に入るのが面倒になってずっと入ってなかったんだよ。そしたら入店拒否されたんを。5年、長すぎないか？冗談だろ。匂いがどうこう以前に、3日で我慢できないだろ。一度、骨折したことがあったけど数日でかなり気持ち悪くなったわ。風呂に入るのが嫌になった理由は？子供部屋は2階にあるんだけど風呂は1階のリビングを通ったところにあるんだよ。親のいるリビングの近くを通るとあれこれ言われそうなのが嫌でさ。だんだん面倒になったんや。だいたい、引きニートだからそこまで汚れもつかないだろうしって思って5年くらい風呂に入らずにいた。5年はさすがにヤバいって。1年でもヤバいぞ。いや5日でもヤバいな。5日くらいならいそうな気もするが。うつとかで入れないわけじゃなくて、親にニートがどうのって言われたくなくて臭い状態をキープしてたってこと？店員がオッケーしても周りの客が嫌がりそう。他ならともかく飲食だしな。むしろなんで親や親戚が止めなかったし。来るなって言われたよ。でもなんか久しぶりに外食したくなったんや。ワイが久しぶりに出かけるって言ったんだし親も喜んでくれればいいのにな。歓迎されてないのについてってできん？じゃあ今、一致だけ戻ってきたってこと？そうだよ、おかしいだろ。入店拒否されたんだからは余計な場所に変えてくれればいいのにさ。親も親戚もワイが入店拒否されたのに気にせずにそのまま店に入っていったんや。一人だけ置いていけるなんてひどいよな。どこがひどいかわからないから説明よろ。むしろ余計な奴と一緒に入らなくて済んで店員さんに感謝してるんじゃね？親からも親戚からも連絡がないだろ？つまりそういうことだ。今頃ニート抜きで楽しんでるやろうな。はぁ、ワイも食べたかったな。さっき冷蔵庫を見てみたけどほとんど何も入ってなかったんを。日頃、ニートの飼育に苦労してるんだしたまには親をゆっくりさせてやれよ。いつも引きこもってるくせにどうでも良い時に限って、せや、外食や、ってなるんだな。しかも店に入れなかったからって風呂に入るんじゃなくてごちゃんだろ。暇なら風呂入れよ。そういう意味なら今なら両親もいないし風呂に入るチャンスじゃん。そうか、確かにそうやな。今から風呂に入ってそれから店に行ったら入れてくれるかな？入れてくれるかもしれんが一致が入店したら親と親戚が帰りそう。さ、確かに入れ替わりになりそうだよな。面白いから入ってこいよ。店に入れないなら風呂も入らんわ。最初は親を避けるためだったけど最近本気で面倒なんだよな。風呂なんて入る意味ないし。一致の部屋、めちゃくちゃ臭そう。スレまで漂ってきそうだよな。そういえばなんか匂うな。働かないだけでも迷惑なのに悪臭まで漂うとか最悪やん。数日に一回は風呂に入れよ。今は外食を拒否されただけだけどそのうち親が臭くて家出しそう。一致が追い出されるんじゃね？風呂くらいでちょっと大げさやないか？今日は外食で外に出たけどいつもずっと軟性に張り付いてるんだぞ。寝てても皮脂汚れなんかは出るからな。赤とかすごそう。ニートよりも不潔な奴の方が嫌や。ワイもニートだけど風呂はこまめに入るぞ。ニートでもいろいろおるんやな。夏とか特に気持ち悪くないか？クーラーつけてるから大丈夫だろ。クーラー代を払ってないよな。ニートでずっと引きこもりってことは匂いもだけど服もヤバそう。いかにもオタクって感じの服を着てそうだよな。引きこもってるとはいえもう少し匂いや外見に気を使えよ。働く気もないしそこまで出かける予定もないって言ってんだろ。見た目なんて気にしても仕方ないし。一日中暇なニートなんだしタオルで体拭くだけでも違うのに。でも5年入っていないのはタオルくらいじゃどうしようもない気がする。うちの息子が困難になったらどうしよう。その時は成人になるまで待って廃棄するしかないって。親の帰りが遅いなぁ。そろそろ腹が減ってきたんご。どういう店か知らんけど酒とか飲んでたら当分帰ってこないぞ。諦めてくまるして寝ろよ。風呂入ってこいって。出かけた理由が外食じゃなくて就活なら親も喜んだろうにな。前200均でホーマルレスに遭遇したけど臭くて丸2層になったわ。一致はそれ以上かもと思うと。食事する場所に行くにおいじゃないよな。郊外すぎるから外に出てくるな。うわぁ、スレごとにおうな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートやけどそろそろ親が限界に来てるっぽい。どうすっかな。代わり探さな。スペック。29、高卒、資格はない。残党。労働の時間やで。働けニート。介護、飲食、工場。パッパは今日も仕事。マッマはコンビニ。ワイは日曜日を優雅に満喫中。職歴は？高卒って書いてあるやん文もう。
職歴やぞ。プログラミングやってみなさい。IT とかいう底辺は NG。職歴なしやな。生まれ変わったら人間やといいね。さようなら。学歴と職歴って同じやろ。子供は学校行くのが仕事やん。船乗りやろうや。きついやん。資格取ってどかた。わいも同い年のニートなんやけどどうすればええ？職歴なし。学位だけ無駄に博士やで。わいの上位互換やな。尊敬するで。扱いに困るパターンなので上位互換とは言えない。ビルメンやろうと思ったけど落っこちたわ。一回犯罪して刑務所ぶち込まれた方が仕事多そうやな。何がどう限界なん。まず飯のクオリティが下がった。肉はまず出ない。以前はみんな同じ食事やったんやけどな。30過ぎてたらギリアウトやけど一致ならまだ小ネタ叩き直してくれる職場ならワンチャンある。あとゲームしてると必ず舌打ちしてくるんや。モンハンしてると気が散ってうぜえわ。高しい。等しいやで。多分近所のコンビニで金になったからそれで限界来たんかな。何したん。なんで親にコンビニで金になったってバレたんや。普通バレんわ。顔知れ渡ってないと。コンビニでお使い頼まれた時にで金になったから無理言うたらすごいため息ついてた。最近は就職板に行って17卒や18卒を煽ることがマイブーム。あいつらすぐ発狂するから笑うわマジで。みじめ。いやマジでおもろいで。そんな底辺企業行って悲しくならんのとか言うとすごい発狂する。社会最底辺が底辺を煽る悲しい世界。通過暇や。お前ら何か質問しろや。つまんね。つまんないのはお前の人生だぞ。君らよりは充実してるしな。好きな時間に起きてゲームするとか社畜には無理やろ。でも母親から舌打ちされるんやろ。舌打ちくらいでビクビクするとかお前生きづらそうやな。なぜそこまでの大物なのにニートになってしまったのか。腹が据わってるんじゃなくて虚勢張ってるだけやろ。ニートって意外とあっさり積むよな。ニート役か。バイトでもすればよかったな。そのコンビニで働けば嫌でも会話できたやろ。接客とかいう底辺は NG。もう終わりやね。何の才能もないくせに努力もしなかったお前が悪いんやで。よく生きてられるわ。俺なら無理。その時点で君はワイイカやな。ぶっぱ、で、年収は？職歴は？嫁は？子供は？お前の同年代は皆社会的地位も上げて後輩を教育しとるで。お前は？え、遊んでた？もうまともな人生は無理やね。お疲れ様。こいつにはニートやめないでほしい。ここから何言ってもイッチの耳が痛いすれ。別に痛くないで。耳掃除はちゃんとしとる。つまんねえなお前。こんなやつでも生きていいんだって思えるという意味で有意義なスレやな。なんで親に迷惑をかけるのか。どこが？かけてないなら別にいいで。でもそれは主観的なものやないから、まっまに迷惑かけてますか？ってちゃんと聞くんやで。これは偽物。本当にニートなん？どうやろうな。ニートってそもそも人前でゲームせんやろ。テレビが今にしかない。飽きた。オンジェイミンやっぱつまんねえな。ニートスレなのに伸びてるやん。どんな大物やねん。もうちょっと頑張ってや。つまんねえんだよお前ら。頭おかしくなるで。イッチの頭は元からおかしいからセーフ。やっぱ就職板の方が面白い。肥満ごねえ。その辺散歩でもすっかね。気持ち悪。何も誇るべきものがないくせに他人を煽ってる自分によってそう。気持ち悪。ワイト内46回メゾネット住み年収3000万円。イッチを鼻で笑う。マジで飽きた。時間の無駄だったわ。お前の人生もな。痛すぎて草。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ほう、ワイ、ニート。同世代との格差に絶望する。として、こうなった？他の奴ら稼ぎすぎだわ。結婚してる奴もおるし、もう絶望感がやばい。なんかさ、敷かれたレールに添えないだけでなんだよこれ。理不尽すぎる。それは気のせいや早く眠ってイッチの王国に帰った方がええで。もうしっかり寝たわ。こんなん認めねえぞ。いくら稼いでるとかよく知ってるな聞いたのか？インスタとか見てやなんとなく想像つく。ほんま絶望感やばい。SNS で同級生の名前を検索するんじゃないぞ。比較したらキリがないよ。ちなみに、プロ野球選手になったやつもある。ほんまに腹立つわ。今から追いかけても無理だから逆方向へ行くんや頑張れ。どうやって行くのさ？周りと比べなくてもいいんやで。昔は良い丸メタどもおるからな。ほんまに呪ってしまいたい。人生積極的に生きないといけない。いつまでも待っているやつはダメになる。どういうこと？恋愛にしても、自らどんどん女子に話しかけていくやつがモテる。恥ずかしがって話しかけずに黙り込んでいるやつは当然モテない。あんま、いい感じでトークができないんよ。複数人トークがマジで無理。まずはガチぼっちと会話を始める。慣れてくれば、だんだんグレードを上げるでオケ。ただ、このガチぼっちと陽キャグループみたいなのほんまにギャップがありすぎてグレードどころではない気がしてしまうのさ。ほんまに許せない。憎しみと憎悪の気持ちしかない。しかも、そいつらモテるときた。
ほんまに一度きりしかない、戻りようがない一致の人生や。好きなように生きればええ。ニート続けるもよし、葛藤しながら生き方を探すもよし、ただインスタはアンインストールすべきやな。比較し続けると歪んで本来の自分がなくなるで。陽キャが、転落してく様を見てみたかったのにさ。ありえねえよ、ほんま。自分が転落したらその様をインスタにアップするか？してないだろ？あれは仕事や芸術関係以外は基本人生充実アピールツールや。そんなもんニートが見てどないすんねん。今すぐスマホから消せ。インスタはやめた方がええ。なんで、陽キャの奴らは転落しねえ。一体何が違うんじゃおら。インスタはイッチにとってはマッチ売りの少女のマッチみたいなもんや。なんかさ、女子にしても昔からガチぼっちの女子とは仲良くできるような気がするのさな。自分で勝手に滑り落ちていったくせに何言ってんだこいつ。周りはただ普通に人生歩んでるのに、お前がセルフで居残りしてるだけだぞ。ワイは中学の時の恋愛で心を折られたからや。ガチぼっちが恋愛できるくらいの希望がある世の中ならワイだって社会復帰考えるさ。中学の恋愛とニートに何の関係があんねん。そうやって多席飛行のうちはお前が大嫌いなリア充に負け続けるだけやぞ。努力できんやつなんて相応の人生しか送れんわ。なら、君はこんな状況でも立ち向かえる自信あんの？もう一度言うぞ。ワイは中学の時の恋愛で心を折られたからや。そこからニートガチぼっちが恋愛できるくらいの希望がある世の中ならワイだって社会復帰考えるさ。でも、世の中にゃあ、例えばこんな感じの絶望がたくさんあるからもう耐えきれなくなってよ。気持ちはわかるぞ。ただ行動しなかったらずっと現状維持のままなのは変わらんし、行動してみろって意見は正論やと思うで。他にも絶望感で言ったら企業に失敗して億単位の借金、ウマルライナに義勇兵として参加してロマルアの捕虜になる、何回トラフなど数えればキリがない。恋愛のやつはこれらより少しマシだけど絶望感ほんまやばいぞ。それ一致が経験したことちゃうやろ。なら、追加で会社でミスを連発しまくり社内で完全孤立とか。何十人でもみんな恋愛したり結婚してるやつ多いぞ。それとウマルライナとか見てお前ら絶望感とかないん？確かにウマルライナ軍勝ってるけど一般人からしたら地獄やぞ。ニートなら時間あり余ってるんやろ。公認会計士とか勉強すればええやん。お前本当に41か？Y20 やけど Y から見てもかなり幼く見えるんやが。まあな、中卒で時が止まってるからな。そこからバイトとかしたけど止まる晴らされてニートや。頑張らないための理由探しを必死にして本人的には納得したんだけど他人を説得できる仕上がりではないって状態かな。宇宙から見ればみんなありみたいなもんだろ。気にするな。どっちにしろマジで集団生活と相性が悪すぎるのよ。Y、でも書き込みとか見るにガチの発書とかだと努力なん意味なさそうやな。なんか、そやニートと周りの格差は仕方ないだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。秘宝、ニートは40分からガチで家族会議、マジで追い出されるかもしれん。助けて助けて。追い出されたらその足で市役所行って朝一生ポ申請したらええ。日本はそこそこ福祉充実しとるんやから使わなぞんやぞ。何やったんや。11年ニートしてた。バイトでもすれば少し猶予はもらえるんやないか。たとえバイトでも働きたくない。汗水流した金で飯食ってみんな、飛ぶぞ。飛びません。ワイは追い出されたで。生ポでええやん。ネットで事業経営してる設定にするんや。最後の手段がある。どうする？教えるが。頼む。丸んでやるって言って飛び出せ。ワイもニートしてて親が逆に出てったわ。5年経った今ではうまくいってるからあの時出てってくれてよかった。週3ぐらいで働けばいいやん。対人恐怖症なのお前。親が勤め先用意しとるなこれ。11年勤めて6年ニートしてたけど金尽きたから Y ちゃんは働き出したぞ。意地張るなよさらに嫌われるぞ。ええやん。自分からは何もせずに勝手に就職できるんやから。働く条件は Y が決めたいんや。いきなりフルタイムは脳が割れるぞ。働けばいいのでは。始まったか？今トイレで震えとる。生まれるんか？おめでとう。出たら親が今で待っとるんや。このままずっと閉じこもってたい。トイレ占領すんなよ邪魔だな。家族会議参考にしたいから配信してほしいわ。働けよ。さすがに始まったか？適当にアルバイトでもして濁しておけ。早く行け。自分で決めたいならその後転職すればいい。働けや、いつまで逃げ続けるつもりだ。悪いこと言わんから働け。工場のバイトとかでいいから。働きたくないってどんな思考なん？そりゃみんな楽はしたいだろうけど。親がいつまで入ってんだってドア叩いてきた。もう行くしかないから行くで、健闘を祈っててくれ。ピースしてどんどんされてるドアの画像はよ。最後の手段で暴れろ。11年もニートしててお金どうしてたの？やるなら家族にしとけよ他人巻き込むな。で、追い出されたんかな？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけど今からアルバイトの電話かける。緊張してきた。
頑張りや。お前の代わりなんかいくらでもおるで。うん、電話怖いわ。面接でもない電話だけで緊張するとか。短期やからどうせ未来はない。通話ボタン押すのに2時間ぐらいかかるんおねえ。ファイト。ニート2年目やからな。ワイもニートやけど行動力ないからずっとニート。頑張るんやで。でも緊張しすぎんでもええからな。年始の短期バイトか？遅くない？え？もう遅いの？酒飲んでからかければいいんを。もうクリスマスか。初めて電話するときにはいつも震える。とりあえずかけてみるか。就職活動してしまったらもうニートやないんやで。本当にええんか？おう、頑張るんやで。スクワットしてからかけるとテンション上がっていいぞ。場所によるけど本社の採用部が年始休みやったらはよかけな間に合わんようになる。速報、俺ニート。職歴なし学歴なしのお前に何ができんだよ。労働意欲がある時点でもう一致はニート脱却しとる。フリーターやな。電話してきた。コミュ障発揮して死にたくなった。受かるやろうか。運次第。あー丸みたい。面接やりたくねえ。奇跡的に受かってもすぐ無能がバレて居づらくなるんやろうな。いつもそう。空白なんて嘘ついて埋めようか。ばあさんの介護とかか。嘘とか余裕でバレるで。素直に働く気なかったって言った方がいい。いや2年何してたのって聞かれたら終わるやろ。嘘つかなうからん。フリーターしてましたでええやん。まあまあやってたのもろうかなと思ってる。何もしてませんでしたでええんやで。いやいやいや、そんなの余裕で落とされるやろ。騙されんでわいわ。ニートしてましたって正直に言った方が入った時気使ってもらえるで。いやそれはない。現実は冷たい。それはある。ソースはわい。アルバイトってそんな根掘り葉掘り聞かれるか。バイトで空白期間とか、よほど見た目がヤバいやつじゃない限りは大丈夫やで。一致より空白期間長いやつとかヤバい経歴のやついっぱいおるし。大卒か？受からんかったら次行けばええ。ネガティブにならんことや。見た目はグロメンハマるで丸やで。ニートしてたなんて言ったらすぐ落とされるわ。受かるやつはイケメンだけやろ。普通面なら面接も億劫にならんのやがな。もう開き直るしかない。証明写真も撮りに行かないかんとか、金ないっての。そこでプリンターや。いやないっす。コンビニプリントなら40円くらいやろ。金がないなら頭使ってこ。てか理屈がようわからん。写真自撮りして現像しろってこと？そんなことできんの？バマルは正規料金で証明写真撮ればええよ。世の中そういうもんやからしゃあない。ちなみに業種は？コンビニだったらやめた方がええで。一致がバイトに受かるといいな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートから社会復帰できた恩恵民おる？ワイニート歴2年なんやがいろいろ教えてほしい。無職だけ。もうちょいゆっくりしていいで。本気で抜け出したくなってからで。いないよ。ニートの末路はナマコや。ま？せやで。それかジマル。今日ドアノブジマルの練習したけどあれ最後までやりきるやつすごいと思うわ。やっぱハロワか？ワイはニートだけど内定だけは持ってる。ニートから社員になるつもりか。厳しいのはわかるがほとんど望み薄か。なんでバイトからは嫌なん？頭おかしなるで。ワイ2年間無職やってから大学行ったで。院も行くから就活どうなるか震えてる。ニートではないけど引きこもりからは復帰できたで。今仕事しとるんか？大学生やすまんな。結局若さだよね。ちな20歳。まだ取り返しはつくけどコミュ障にはきついくらい。できたで。社員や。大学行ったらええやん。文系なら二浪まではそこまでマイナスにはならんらしいで。実はY去年浪人しとったんやけどあまりに勉強せんから受験迎えとらんと悟った。もう受験間に合わんやろ。三浪はきついで。今は寒いからやめとけ。大学目指すより資格取ったがええんちゃう？学力にもよるんやろうけど。自丸だけは絶対にあかん。口に出すのもダメや。まあ田舎民やったら上京して専門学校でも行ってそのまま関東で働くとかはありかもね。フリーターやってたけどやり直したくて資格取ったとか言えば面接のネタにもなるしね。逆に田舎は手ぐすね引いてるわね。若い都会民が迷い込んでは来ないかと。都会民ならそういうのに乗ってみたっていいと思う。公務員の専門学校とかどうや？大原やったっけ？浪人しとったんか、もったいないな。今年からもう諦めて勉強全くやってない感じ？せやな今もしとか受けても50くらいちゃうか？浪人はニートじゃねえぞ。ニートなめんな。1年浪人プラス1年ニートって感じか？ワイは勉強してない浪人はニートやと思う。一浪目そうだったからわかる。ワイ4年目。若さは重要。ワイは29歳の今年になって工場で働き始めたけど同僚はほとんど年下。経済力も自分は全くないし車すら買えんで自転車通勤や。年取ってるだけで劣等感大きくなるから早いとこバイトでもやっといた方がいい。無気力系ニートはさておき不器用系ニートは大学、専門でも苦労するしそこは自分の性格見極めて選んだ方がいい。ワイも24で工場に内定もらったわ。若さは重要。
興味本位なんやけど工場で働いてる人ってその後どうなるんや？ずっと工場で働き続けるんか？大きな企業のライン作業員ならどうかは知らないけど普通の企業の工場はずっとそこで働く率高いかと。製造業の離職率は業界でもそもそも低いんやし。そこは人や職種によるとしか言えんな。現業員は言い方悪いけど使い捨てにしてるところもあるし、根を下ろす人もいれば経験積んでキャリアアップしていく人もいる。個人的には大学はいらんと思うで。体力が大事やな。今は実家暮らしなんやが親元を離れて一人暮らししたい。復帰したところでフリーターか最低限の仕事やろ。ニートのがましやん。親は行きたいなら大学、専門学校は行かせてくれるらしい。田舎なら30でも40でもええぞ。40代の外国人でも欲しいんやで。ってことは一浪目はそこそこの成績やったんやろ。やることないんやろし、専門学校と大学両方受けてみれば、調査書取り寄せる時期も今くらいやし、2年丸々空白あって資格ないのを雇う会社って万年人手不足のヤバいところしかないで。その通りなんだよな。普通か高校卒で2年の空白期間があるとかなり厳しいわやな。親も説得すればお金出してくれるやろ。工業科や農芸科やとどっかしら引っ張られるやろうけど、普通科卒で就職はあかんわ。専門家大学行くくらいしかないか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は引きこもりすぎて体重が200キロを超えた一致の話を紹介するよ。ニートはちょっと体重が増えたかもしれん。よー、デブ何キロだよ。ニートってガリガリとデブの二極化するよな。ワイは筋トレを愛するニートや。スレ見ながらおやつばかり食ってたのか。カップ麺はほどほどにしろよ。ついに200キロの大台を突破したんやで。200キロは草。身長は？どんな身長でも200キロはない。それかなり重くない？皮がタプタプしてそう。部屋から出れなくなってそう。毎日のルーティンは？匂ってきそうだな。これだからニートは。3食もニートにいらんやろ。どうやったら200キロになるの？身長は175センチくらい。それで200キロは草。病気するぞ。BMI 調べてみたら 65.31 で、適正体重より132キロ多いってさ。わろた。今から100キロ痩せようぜ。しばらく食べなくても大丈夫なんじゃない？親には何も言われないの？働かないニートのデブなんか生きる価値ないよな。BMI65 は草。そんな BMI 始めてみたわ。生活習慣病になりそうだね。こんな豚を飼ってるおっちゃがかわいそす。痩せる気はないの？1日2食しか食べない日もある。スナックが好きなんや。1日2食で200キロになるんか？夜食とか食べてるんやろ。たまに食べてるカップ麺は食事の中に入れてない。ちょっと言ってることがわからないんだが。カレーは飲み物的なやつ？カップ麺はおやつ？やめろ。そりゃ太るわ。運動してこいよ。親の反応は？親は諦めてるっぽいな。何歳？その体重じゃ働けないからまず痩せろ。そのうち追い出されるんじゃない？カビマルンみたいな想像をした。そんな可愛いもんじゃないだろう。笛吹いたら起きるんか？ずっと寝てそう。体重くない？このまま太らせて病気で丸そうっていう親の計画じゃね？そういう方法もあるのか。確かにその BMI だと早丸にしそう。新しいニートの丸し方。前どっかのスレに健康的なニートがいたな。ニートは体が資本やぞ。そんなんではあと何年ニートできるかわからんな。まあこのまま太って丸のも親のためかも。みんなひどすぎてわろた。200キロは草も生えんわ。ニートっていうより豚やん。1ヶ月放置してもが丸しなさそうやな。なんでそんなに食べるの？病気？なんとなく気づいたら食べてるんだよな。それ過食症じゃね？可能性ありだな。拒食症気味な自分的には羨ましい。デブでニートとかいろいろ終わってんな。で、何歳？さっきから聞いてんだけど。30とかじゃない？25歳。20代なら痩せて働きに出ろ。ただでさえニートなんて生産性がないのにさらにデブとか。地震とか起きたら逃げ遅れるんじゃない？風呂とか入ってる？一日何して過ごしてるのか詳しく。風呂は週1くらい。入らないと親に怒られるからな。夏とかめちゃくちゃ匂ってそう。一日中寝てるの？ちょっと動くだけで息切れしそうだな。旅館で草。トイレと風呂以外では部屋を出ないな。飯は親がボンに乗せて持ってくる。大体は横になってスレ見たりアニメ見たり。そりゃ太るな。これからも太っていくんか。本当にそろそろダイエットした方がいいぞ。やっぱり親は一致を丸好きなんだよ。っていうか過食症だから病院行ってこい。25でニートしてる理由は？20代なら仕事が見つかるからさっさと痩せて働けばいいのに。次は何キロ目指すんだ？300キロ？これ以上太ったら、動けなくなるやろ。脂肪吸引するしかなくない？あれ本当に痩せるのか？手術で肉を切り取るみたいなのあったっけ？それ海外ので見た気がする。一致はもう手遅れやな。まあそのまま太って丸んでくれ。食事量が多いんやないの？働かないニートに食わせる意味ってあるのか？
だから親はイッチを太らせて丸すつもりなんだって。本当にそうかもな。定年退職する頃までニートされてたら最悪だもんな。そりゃ今のうちに手を打つしかないわ。マジレスするとイッチのことなんてどうでもいいんだろ。太ろうと痩せようと丸ノートさ。確かに普通は子供が200キロとかなったら、心配で声かけるよな。つまり、察し。おっちゃんに見放されたってことか。カップ麺とかスナック菓子とかどうやって手に入れてるの？ワイもそろそろ痩せないとな。ニートやから健康診断もないし。確かに会社員と違ってニートは健康診断とかないんだよな。そのくせ結構長生きじゃない？そりゃ省エネだからだろ。自分では外に出んから、親と弟が買ってきたのを勝手に食べる。兄弟がおるんか。弟もニート？人が買ってきたものを食うんじゃねえよ豚。弟は大学生や。一致だけがニートなのか。お前だけ拾ってきた子なんじゃないのか。痩せる気はないの？走ってこいよ。それか筋トレ。200キロもあって運動すると足をすぐに痛めそう。そのうちヘルニアとかになるんじゃね？まだ20代だからいいけど30代でこの体重のままだったら悲惨。デブすぎると不潔に見えるし良いことないよな。実際に一致は臭いだろ。トイレに行ってるとか言ってるけど実はボトラーしてる気がする。家族ぐるみで一致を丸好きなんだよ。時々陰謀説を書いてるやつなんなの？可能性ゼロじゃないだろ。200キロはひどいな。早く痩せて働けよ。200キロの巨体ニートとか草。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。25歳に年間ニートが生活保護もらいに行った結果。まだ若いし貯金もあるから。貯金が全てなくなって身内で助けてくれる人もいない最終段階になったら来てくださいと言われて切れそうなんだが、国は俺に丸ねと言ってるのか？そうだよ。いやいや、貯金あるうちに仕事探せや。ざまあ。パチンコやろうぜ。勝ったら金持ち、負けたら生活保護。ある程度金貯めたら生活保護もらうって人増えちゃうからな。そりゃそうよ。ハロはいけ。でも貯金あと60万しかねえ。あと社畜からニート転生したんだが、家賃代も払えなくなってしまう。金あんじゃねえか。払えなくなってからもらうものってことだ。ダンス預金ならバレなくね。逆にそれ満たせばもらえんのか。楽勝やん。60とか雑魚だな。俺は7000万でニート決め込んだわ。いいな。頑張ったら15年はいけるか。国のお荷物はゴミ箱へ。言われた通りにすれば通るが、親も助けてくれませんって言って、貯金もわずか数万円だけにすれば通る。働けよ。貯金金券にでもして、親と連絡不能にしてからやり直すだけやろ。それくらい考えろよ、ニート。納税者はナマポは丸ねって言ってるから、国としても丸ねって言うだろう。ニートだから生活保護もらおうとか、舐めてんじゃねえぞ。働けやクソが。俺もニートだけど年金すら払ってないし将来ナマポ確実だわ。その頃にはベーシックインカムあるかもしれんが。ベーシックインカムなんて貧乏人が騒いでるだけの仕組みが成立するわけねえだろ。じゃあナマポしかねえな。もうお米券とかにすればいいのにな。転売禁止のクオカードとか。マイナンバー入りのクオカード。職歴なしニート歴14年の俺がまともに働けるわけねえだろ。ニート14年とか禁錮刑か何か。職員たちに恥かいて帰ってきただけとかわろた。フリーターでもいいから仕事としろやクズが。そっから社員ならいいやろ。60万なんて半年でなくなるだろ。ニートでも掃除くらいできると思うんが、できないもんなの？やれることは多くないくせにやりたくないことはいくらでもあるやつらだ。もっとかっこよく言ってみて。当たり前のことが当たり前にできない。だから俺たちはニートなんだよ。人生ってそんなもんだろ。お前よりはるかにマシな人間がいくらでもいることなんてわかってて言ってるんだろ。言われたことが正論すぎて用語のしようもないんですが、それは。60万も貯金あるとか完全に舐めてるとしか思えない。働けばいいじゃん。最低賃金が下回ってるうちに貯金なくなって保護受けとけなんとかなるんじゃね。あまりにも不合格多いと面接指導や申し込んだ会社に面接付き添い、最悪役所抱えの職場紹介される。当たり前だろ。手続きクソ面倒なんだから末期に行かなきゃ無理。もらい方が悪い。ちゃんと条件揃えてから行けば誰でももらえるよ。俺はまだ29だけど3年間もらってる。ナマポってそんな簡単にもらえるのか。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。高2で中退してからずっと引きこもりニートなんやが、やばい。ちな25。はい。もう取り返しつかんを。いいえ。8年間何してたの？ゲーム、おまるに、なんじぇ。さすがにそれだけじゃ飽きるやろ。10年近く経ったら街の様子変わってそう。セルフ懲役8年。こういう人増えてそう。自分もその一人だけど。こういうやつは決まって発達障害持ち。素朴な疑問やけどなんで外出んのや。診断したことないがマジであると思うわ。それでもずっと引きこもりニートしてられる経済力は羨ましい。貧乏家庭やけどな。なんでだよ、高2とか一番楽しい時じゃないか。
中高と丸められたから青春とか皆無だったぜ。いや診断すらしたことないから取れるかわからんわ。取ったら障害年金もらえるんを ?8 年引きこもってる時点で何かしら診断されると思うで。障害者手帳取れば筋トレするしかねえな。黙れ。自己責任努力不足甘え言い訳口答えすんなどん。ええな、外出たらタイムマシンごっこできるやん。なんじゃいって現実ではめったに見ないガチ底辺多いよな。中卒職歴なしニートとか。それより下は犯罪者しかないよ。ワイも高1で中退してニートやったけど、同世代が大学行き始めて、焦って一浪の年齢で公認取ってフラン行ったわ。物欲とかないんか？親は怒らんの？もう諦められて何も言われてないで。やっぱり丸められっ子って負け組になるんだな。元い丸めっ子としてはざまあとしか。い丸めっ子って普通に世渡り上手だから丸ぬほどムカつくわ。人生を終わらせてやりたい。これが45歳とか35歳なら極めて再起は難しいんだろうな。まだ25歳だからなんとかなると希望が見える。が、実際かなり厳しいと思うが。8年後のワイアン。い丸めからのニートは考えさせられるな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。高卒ニート4年目はそろそろ自丸を考え始める。来年Yの同級生だった奴は大学を卒業するわけやが。さあいつ丸のうか。親会社なのに一郎一流大阪芸大通信のYよりまし。高卒5年目ニート来たよ。なんで生きてんのって思わん。練炭とロープは買ってきたんやが、見つからん場所がわからん。どっからジャンプでええやん。確実に丸寝るんかな。生き残った例とかあるから怖いわ。スペック。高3ほぼ不登校でお情けで卒業。その後糖質発症して入院。薬漬けの毎日。良くなったと思ったら困るなで潔癖症発症し家族と会話できなくなる。最近はちょっとマシになった。月1の病院すらだるい。引っ越して別の人間として生きろ。25までなら間に合う。諦めるな。そんなことで丸ぬとか頭悪そうやな。とりあえず外出て働きな。そんで稼いだ金で好きなことしなよ。まだ丸ぬなよ。ワイは中卒職歴なしニートやけどずぶとく生きとるで。高卒ニート6年目やが今週丸ぬ予定やわ。もう何度目の決意なのか忘れちゃったけど。ワイもそうなりそう。山丸はワイみたいなの家に殴り込んできて、丸せばよかったのにって思うわ。アホみたいやけど。そのくらいなら余裕で追いつけるやろ。他人と比べてもキリないから気楽に行け。今日で君は丸んだ。さあ明日からはボーナスステージや。丸んだと思ったら何でもできるやろ。大学出てようが大して変わらんで。仕事できんやつはできんから。お前次第や。毎日外出て散歩しろ。どうせ引きこもってんのやろ。引きこもってゲームすらしてない。何時に手寝てを丸越しての繰り返しや。本すら読まなくなった。バイトでいいからやろうや。生きがいを見つけろ。面接行ったら中卒をバカにされたからそこから引きこもってるニートや。ワイでも生きてんだからお前も生きろや。お前こそ頑張れよ。面接まで行けたんやろ。20までは間に合う。25までは間に合う。30まではなんとかなる。もう聞き飽きたわ。まともな人間ならそうなんやろうけど、ワイみたいな精神障害者には無理ゲーやろ。障害者なら生ポでええやん。精神疾患でもらえんの？そんな話病院で聞いたことないし、退院してから通院やから、治ってるってことになってるんちゃうかな知らんけど。精神疾患でもらえなかったら何でもらえるんや。実家暮らしなら無理。一人暮らしすればいける。しょうもな。雑骨。中学不登校高校通信1年浪人大学不登校のYが来たで。高卒枠で公務員なろう。職業訓練行けばまだ間に合うぞ。なお考え始めるだけの模様。自立支援のなんとかかんとかは、一応免除してもらってるけど、それ以外のことは知らん。病院通って2年目ぐらいまでは大学入り直したらとか言われたけど、最近そんなことすら言われへん。高3でほぼ不登校でよく留年せずに済んだな。単位とかどうしたん？2年まで成績は学年トップ10ぐらいに入ってたから、特例中の特例でレポートだけでええよって言われた。22歳とか人生で一番楽しい時でくさ。普通の人はそう思うんやろな。レポートすら兄に書いてもらってたわ。懐かしい。何のやる気もなかったからな。飯すらろくに食べてなかった。体力と行動力があってまとまった金が手に入り始めて人生で一番楽しい時期やん。そんな人間もいるんだね珍しい。そう思う。いかに自分がレールから外れて久しいか伺えるわ。Y の陰口叩きまくってた女子に拍手したいわ。君らの作戦は成功や。Y も小中引きこもりやったけど高校から立て直して普通の人生送ってるわ。一歩間違ったらこうなってたんだね怖い。小中引きこもりで立て直すとか強すぎやろ。素手でゲーム実況して一発逆転や。もう少し涼しくなってからでええやろ。雪山で遭難したら丸寝るかな。無趣味の精神疾患ほど辛いものはないな。セルフネグレクトも進んでる感じか。
丸んでも自分の肉体は、水分と灰に変わるだけで、この世の質量は保存されるよな。そう思ったら丸なんて一生来ないんじゃないか。とりあえず不登校なった原因なんやねん。最初は陰口を聞いてしまったんや。気にしないようにしてたんやが、もう一人別の奴が言ってんの聞いてから、だんだん全員愛を見て笑ってるような気分になって、しまいに家の中におっても外で聞こえた笑い声が、自分のこと言ってるような気になって頭おかしなった。もうそれは治ったけどね。じゃそれまでは学校でも普通に友達とかいて楽しく過ごしてたのか？一人だけね。毎日喋るような奴はおった。引きこもってからもしばらく LINE してたけど、高校出る時に全部消したから今何してるかは知らん。Y も一致と似たようなもんやが、精神障害者保険福祉手帳産休取得して障害者雇用枠で働こう思って、精神科行くで来週から。間に合うって言ってほしいんやろうけど、ニートでいじけてるやつ、もしくは開き直ってるやつって、きっかけ待ちで自分からは動けないから9割手遅れ。実家が資産家以外でニートしてるやつらは、親子ともども終わり、今後は健常者じゃ味わえない地獄が待ってるで。生ポでええやん。Y の家極貧やけど Y も弟もニートやでー。さっきまで二人でスマブラしてたわ。ええな。10年後には一家新丸フラグや。みんなで丸ぬなら悪くないかもな。Y も高1ニートやけど一致の気持ちわかるわ。夏休みが終わって鬱が加速してる。それニートって言わんで。ニートになりたくなかったら丸抜きで学校行け。丸抜きで学校行ってたらなんとかなる。不登校でもなんとかなる。みたいな情報鵜呑みにしたらあかん。不登校になるようなメンタリティのやつがなんとかなる世界じゃない。つよつよ資格頑張ったら30代ニートでもなんとかなるぞ。墓地や市教室移動するときとか昼休みのときとか惨めすぎて丸見たくなる。わかるで驚愕か？墓地であることが辛いんじゃなくて周りから墓地だと見られることが辛いんだよな。何時でも見とけ。昼休みのときなんて誰かしら構ってくれるわ。どうでもいいけど一人で丸寝よ。なんで丸見たいんや？焦燥感や。で焦燥感をぶち破れるほどの精神力がないから丸見たいって思考に逃げてる。丸見たいって思ってるうちは許されるとでも思ってるんやろな。知らんけど、自分と同じ年のやつは働き出すから焦るって感じか。でも不登校になった時からすでに同級生と比べて少し遅れてることになるんや。今無駄に焦っても意味ないんよな。焦りを前に進む行動につなげられるくらいの元気があるなら焦る意味もあると思うけど、20代ならなんとでもなるやろ。この前弁当並んでて後ろの女子にクスクスされてると思って後で背中確認したらTWICEのステッカー貼られてあった。もう無理、学校行きたくない。5080問題の地獄よ。ニートからなかなか抜け出せんのやな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートを持つ父親なんですが、何時移民に相談があります。ニートの息子いるんやが、どうすればええんや。ちなわいは56、ニート息子は28。追い出した方がいいのか。こんな時間に何時やってる父親の息子なんだからそらそうなるよ。いや、関係ないと思いたいです。育て方が悪かったのか、どうするのが息子のためになるんや。56で何時やるような終わってる父の元ではそら息子もニートになるは納得。手遅れ。家族で自営業か農業しろ。何時やめるのが息子のためやな。必要最低限の金だけ渡して追い出せばええんちゃう？いくらぐらい渡せばいいですか？そもそも出て行っての垂れ丸にしないか心配です。3万ぐらいでええんちゃう？まあ追い出しても戻ってくるかの垂れ丸ぬかのどちらかやろな。優しくしたれ。警察に相談してネット回線切って、ニートが激おこで一家3丸とかあったな。そういうのも怖いですね。ないとは思いますが、今まで優しくしすぎました。ジジイジェイミン。親が軟禁してるとか丸ぬほどきついな。今はそんな話はしてないです。息子がまともになるために、今やるべきことは何でしょうか？なんじゃやめて息子と向き合えよ。Y のいとこ二人おってどっちも30超えのニートやぞ。甘えんな。本人がやる気出すまで待つしかない。そんなこと言ってる間にもう息子は28です。そろそろけじめをつける時が来てると思い。Y やんけ。引きこもりニートだった俺からマジレス。家借りて生活保護受けさせて、自立した生活できるようにしたらいいよ。就労指導もあるから、働くこと経験できる。引きこもりは病気だけど、まずは自立して生活させることだよ。28歳男健常な息子が生活保護なんて受けれるんですか？とりあえず20万ぐらい持たせて追い出したいです。出ていくとも思えないです。親が支援しないといえば受けれる。家借りてあげて。ありがとうございました。まず最初に家を借りて20万渡して追い出します。なんとか親戚の力とかも借ります。引きこもりは親が何でもしてくれるから甘えるんだよね。一人でしなきゃいけない環境に出せばどうにかなるよ。本当に重い精神病ならお部屋になるから、その時は心の治療したらいいよ。いやお前の育て方が悪いんやぞ。子供のせいにするんか？あ、
お前みたいなグズ見るとほんまイライラするわ。お前が親とかわいなら自丸するでほんま。いや成人した大人ですからね。一番息子のためになる道を歩ませたいです。このままニートだと彼のためになってない気がするわ。一瞬愛のことかと思ってドキッとしたやんけ。親が何ジェイミンとか息子がニートになって当然やろゲージか。アホやぞお前ら。書き込むな。叱って違います。息子のためを思っていろんなところから意見を募りたいと思い。釣りなのか切羽詰まってるのか知らんけど、あまり自分を追い詰めるな。気楽に行こう。楽しいこと考えてさ。キスってするからやめえや。バイトやろまずは。キャッチボールでもしたれ。昔はしてましたね。そんな時代もあったなぁ。どこで道を間違えたのか。お前が息子なんだろうが。親父なにわいのこと相談してるんや。ぶっ飛ばすぞ。息子か。本当に息子なら頼むから働いてくれ。頼むお願いやわ。広いネットの海で偶然遭遇する。この奇跡起こしたんや。お前でも働ける。ひどすぎやろ。ネットでさえわいを見てくれないんか。おちに実はわいは息子の方やったんや。ってくるからな。そこまでは付き合ってやってくれや。くさ、ニート暇すぎでしょ。ごめんなパッパ、働きたくないんを。20万ぽっち持たせて野に放つってバカかよ。しかも息子のためとかいう言い訳つき。だから息子がニートになるんだよ。じゃあどうすればいいんですか。いつか働くだろうとずっと待ってました。でも息子は毎日ゲームネットばかり、仕事すら探そうとしない。もう行動に出る時です。ワイのアドバイスは無視しててくさ。ごめんなさい。あと数年で定年なんです。退職金とかもあるし、定年までは今の会社で頑張ります。お父さんごっこに付き合えばええんか。長男ならイエスがせらええ。年明けよりはマシやから30までに追い出せ。とりあえず無理やりでも追い出します。息子のためを思って。今ならまだ間に合う。30なったら終わりや。一致が丸めば息子も切羽詰まって働き出すよ。お前が確実にクズ親なのだけは理解したで。汚い部分は絶対にかぶりたくないし、責任も取りたくないし、面倒な部分は安い金で解決をしようとする。お前の年代のクズかす部分が凝縮されたような人間性やな。お前、実はワイが息子ん子、パッパがこんなこと考えてそうで怖くてすれ立てしたんや。最近なんか動きが怪しい。出たわね。実家住みならニートしててもそんな悪いと思わんけどな。俺もプライド捨てきれるなら実家でニートしたい。パッパもう少しニートやらしてや。頼むんご。おお、追い出さないでくれメンス。無理やで。パッパは割と会社でいいポジションにいるし、それはないと思いたい。怖いこと言わないでくれメンス。親戚と電話してたり、20万がなんとかって会話が聞こえてきたり。割とギリギリな年齢やと思うぞ。腹くくれ。正体表したね。は？丸ねクソニート。まだ丸見たくないんや。パッパの気持ちになって、すれ立てしたんや。悪気はない。とりあえずパッパに就活してるふりでもした方がええか？ 28 までニートやっててノウハウもろくに知らんのか。もう少しってなんだよ。いつまでだよ。パッパに30までに働いて自立しますって言ったら、それまでは支援してくれると思うぞ。ワイの善意を踏みにじりやがって。ありがとうやで。パッパの気持ちになってすれ立てしたら、パッパの気持ちがわかるかなと思って。どんなこと考えてるのか最近怖いんや。ごちゃん自体に50代多いんじゃね？ワイの親世代の芸能人の話で盛り上がってるスレとか、普通にあるしな。皆さんありがとうございました。明日、朝一でパッパと真摯に話し合うわ。嘘つけ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。